カメラマンのトモルオサムです。近頃またロジナールが品薄になっている、そんな感じしませんか？まあ確かに国内の通販サイトではそんなに取り扱いが多いわけではないですよね。そうですね、ここ何日かというか何ヶ月か、ちょっとなくなっているような気がします。まあただ幸いにも他の原造液に関してはさほどではないので、まあ代替品というものはいくらでも調達できるような気はします。ただですね、やっぱりあのロジナールの魅力、一度取りつかれてしまうとなかなか忘れられないですよね。で今回はですね、その代替品として新たにこれです。シュプールのシルバーソルトという新しい原造液、これを試してみました。さあ結果はどうなったでしょうか、お楽しみに。改めましてカメラマンのトモルオサムです。先ほども申し上げましたけども、本当にこのところロジナールないですよね。まあ一応私もロジナール信者とまでは言わないでも、まあ本当にあのロジナールは大好きなので、できれば常にストックしておきたいなというふうに思っております。でもですね、ないですね最近。どうしてでしょうか。まあ確かにいろいろな世界情勢の問題もあるでしょうけど、まあそれにしても、まあそこまでなるかなというような感じはしないでもないですよね。まあですけども、確か一昨年にも同じようなことがあって、まあその時にはそのまあ簡単にね入手できるような、まあ原造液をこの時期だからこそ試してみてはどうかとか、あるいは自家調合をトライしてみたらどうでしょうかというようなご提案をしましたよね。まあ今の段階ではですね、まあ他の原造液に関してはさほどではないので、そうですね、やっぱり今だからこそその新たに手を出すというのはなんだけど、新たにですね挑戦できる、新しい原造液をちょっと模索してはどうかなというふうに思いました。そこで、さっきもちょっと紹介しましたけど、出しましたけども、あこれか、あ、まあ、ちょっと向こうのごめんなさいね。シュプールの、シルバーソルトという原造液と、であともう一つ、ADOX の、FX39-2 という、原造液を今回はですね入手しました。そうですね、どっちにしてもですね、とにかく極めて高いシャープネスを売りにしているので、まあロジナールの買いになるんではないかというふうに思っていますし、そうだな、まあ実際問題その販売元であるあの通販サイトのね、シルバーソルトさんではすごい自信を持って、まあ進めてますよね。まあそれでどうなるのかなというのが今からとっても楽しみでした。で今回はですね、先々週ですかね、
改めてまた女性をポートレートをしてきたんですけども、でフィルムに関して言うとルフォードの FP4 を使って、撮影をしてきました。で、まあ、なるべくちょっと低感度なフィルムの方がいいんじゃないかなというふうに踏んだことと、まあ一番使い慣れているフィルムということで、まあそのチョイスになったんですけども、そうですね、今回も実を言うとテストをしなかったので、どんなになるかなというのは、まあ一物の不安はあったんですけども、まあでもデータはね豊富に揃っているので、まあ失敗はないだろうなという程度のものでした。で実際にこの現像液なんですけども、多分2020年だったと思います。ちょっと正確な時期は勉強不足で、申し訳ない、分かんないんですけども、多分そのくらいだったと思います。先ほども申しましたけども、通販サイトの、シルバーソルトさんと、まあ、ドイツのシュプールというもう本当に有名なメーカーですよね、でが、まあ、共同開発をしたという話です。もうすごい自信ですよね。なんかもうセンセーショナルというか、もうそうしたような感じで一気になんか出てきたって感じでしたね。で、まあ、歌い文句としてはですね、本当に最新の技術を取り入れて、もう本当に最新の現像液なんですけども、とにかくシャープ、極めて高いシャープネスと、微粒子、まあ、非常にその相反するものですよね、を共存させることに成功したという歌い文句でもう出てきたわけなんですけども、まあどうなのかなというところですけどもね。はい、あとはもう程よいコントラストだとか、すごくその忠実なアイソ感度を再現できるというのも一つの売り文句になっていました。で実際今回撮影してきた、まあ、ポートレートなんですけども、まあ、機材から言いますと、まあ、最近本当によく使ってる、まあ、オリンパスの OM3 チタンと、レンズに関しては3種類です。 50mm の 1.4 と 85mm の F2、 それと、まあ、本当に最近よく使ってる、135mm の 2.8 です。この3本でもって屋外、まあ、海岸でですね、まあ、地元の湘南の海岸で、撮影してきたんですけども、とっても天気のいい日でですね、Y2 フィルターも入れて、まあ、どんなになったかなというふうなところです。まあ、実際にこれから写真を流しますので、公開いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。詳細につきましてはまた、その後に話をしたいと思います。まずはどんなになったか見てください。こんな感じです。どうぞ。Thank you.
いかがでしたでしょう。感想は多分いろいろとあると思います。でですね、まあ、まず率直な私の感想から、素晴らしいの一言です。確かにシャープネスは高いんですけども、なんて言うんだろうな、ロジナールほどじゃないかなという感じはします。で、そうだな、なんかね、かっこいいです。で、具体的に何がどう違うのかっていうのは本当に私には分かんないです。まあ、分かる範囲で言うと、確かにシャープネスは高いです、高いですし、高いけどロジナールほどじゃないなというのが一つと、で、それに相反して確かに粒子は細かいです。で、まあ、確かに今回は FP4 というちょっと、まあ、125の有感度なので、ロジナールで現像したところでもそんなに、まあ、粒子は目立たないフィルムですけども、まあ、それにしても、なんていうのかな、すごくなんかちょっと言葉が見つかんないんだけど、粒子はあるんだけど細かいんですよ。細かいっていうのは、その微粒子っていうんじゃなくて、なんていうのかな、うん、なんかすごく綺麗な粒子ですよね。うん、それがすごく驚いちゃって、で、まあ、レンズの特性もあるのかもしれないんですけども、甘い画像をとにかく結びやすい、例えば 85mm とか 50mm の 1.4 で撮影した画像に関して言うと、すごく、なんていうのかな、改造してんだかしてないんだか分かんないんだけど、でもフォーカスを外してるわけでもないし、シャープネスは高いし、なんかすっごく分かんないんだけど、でもかっこいいなと思いました。そこはね、不思議な感覚でしたね。で、まあ、確かに実際に今回は Y2 を使ってるので、かなりコントラストが乗っちゃってます。で、まあ、いつも言うように、もちろん、まあ、スキャナーで読み込んで、まあ、その水平とで垂直だけは直してるんですけども、あとは一切何もしてないんですね。まあ、確かにプリントしてみないと分かりません。もしかしたらちょっと硬いかなという感じはしないでもないですけど、この現像液のもう一つの特徴として、ハイライトをすごく抑えてるんですね。多分それはアトマル49だとかローライのスーパーグレインみたいに、その自動的にね、まあ、自動的にというか、ハイライトをすごく抑える、いわゆるコントラスト調整タイプの現像液ではないかと思うんです。そうですね、特にバス停の写真、バス停の中で撮影した写真だとか、あるいは砂浜で撮った写真なんてもそうなんですけども、そうですね、例えばバス停で撮った写真の背景に西日が差してるんですけども、そこのハイライトが白い壁とちゃんと分離してるというところと、あれはすごいなと思いました。で、あと窓のハイライトの部分ですよね、そこもちゃんと分離できていて、デテールが残っているというのがすごいなと思いました。それと砂浜、海岸で撮って、向こうに砂浜に彼女を座らせて、ちょっと横見てる写真があったと思うんですけども、海面のきらめきっていうものが一粒一粒がちゃんとキラキラと出てるのがすごいなと思いました。それとあと水平線と空との境もちゃんとできてるな、出てるなっていうのもすごいなと思いました。もちろん同じ状況でデジタルカメラでも撮ってるんですけども、あんまりそこが分離できてないんですね、実を言うと。本当これはだからすごいなというふうに思いました。まあ、もちろんそのフィルムの特性もあるとは思います。でもやっぱり現像液による影響力っていうのがすごく大きいと思うので、この現像液はすげえなって感じですでもとにかくですね、今回初めてのこと でフィルムも、まあ、実質2本、まあ、しかも同じフィルムなのでね、1種類しか使ってないから何とも言えません。今分かってる範囲でしか喋ることができないです。ただですね、私が使った感覚では、これは多分T 粒子、まあ、例えば コダクの T-MAX だとか、富士フィルムのアクロスだとか、まあ、イルフォードのデルタだとか、ああいったね、もともとそのシャープネスが高いもののフィルムを使うと、かなりこの現像液のパフォーマンスがさらに引き出せるんじゃないかなというふうに思います。わかんないですよ、実際ちょっとまだやったことがないので。でもそんな感じは受けます。ただ個人的には今回使ったトラディショナルタイプのフィルムがいいんじゃないかというのは、これはもう完全な好みの問題なんですけども、それは思います、強く思います。で、あともう一つ言えることは、その粒子に関してはどこまで耐えられるかということです。で、今回は125のフィルムを使ったので結構持ちこたえましたけど、これが例えば
まあ、トロイ X だとか、HP5 みたいに、要するに ISO 400までの感度になるとどうなのかなという感じはします。もちろん、135と、ブローニーの違いも大きいと思うし、多分ブローニーだったら400でも全然問題なく粒子は気持ちのいい範囲だと思います。ただこれが135のパトローナのフィルムだとどうなのかなという感じはしますね。はい、いかがだったでしょう。確かにね、ロジナールはいい現像液です。で、もうやっぱり古典的なね、すっごい歴史の長い現像液で、それが今でも使われている、今でも売られているというのは、もう超ロングセラーなわけですよね。もうそれだけ愛されるということは、もう商品、まあそのね、現像液そのものが完成されている証拠ですよね。でも、フィルムがどんどん新しいのが出てくるのと同じように、やっぱりこうして現像液に関しても新しい技術、テクノロジーを取り入れて、今までにない表現ができるようになっていくっていうのはやっぱり素晴らしいことだと思うんですね。うん、まあそこは食わず嫌いなところもあるだろうし、そのやっぱりね、今までの伝統を守りたいという保守的な考えももちろんそれは否定しないです。まあ実際私もそっち派なんでね。でもそうだな、やっぱりできるんであればどん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 いろんなものを取り入れて、いろんな実験をして、いろんなテストをして、その中から自分の好みを使い分けていくっていうのはやっぱり今モノクロームならではの楽しみだと思うんですよね。うん、またそれができる、自由にできるというのはやっぱり面白いと思うので、そうですね、なかなかちょっと今ロジナールが手に入らない状態なので、ぜひこうして代替品というものをお試しになってみてはいかがでしょう。ただですね、残念ながらこのシプールのね、シルバーソルトもすごい人気なので、たまたま今回私はちょっと運が良くて入手することができたんですけども、今はないですね。うん、まあでもまたすぐに入荷するとは思いますので、その頃を狙ってぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、それではまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンの友野修でした。